本日大学初スタメンとなりますが、今日の試合にかける思いをお願いします。まあ、せっかくもらったチャンスなんで、まあ、結果に絡めるように、まあ、まずは、まあ、1年生なんでしっかり走って、まあ、1年生らしさというか、まあ、タフに戦えるように頑張ります。先ほど結果というお話がありましたが、今日の試合でどのような結果を出したいと思いますか？まあ、得点であったり、まあ、アシストで、まあ、勝利に、チームの勝利に貢献できるようなプレーをしていきたいです。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。全場からアップ始めていきます。1からアップから全員で声出して立ち上がり入りできるようにやっていきましょう。巨来をお願いします。先週全員で戦っていい試合できたので、今日もいい試合できるようにアップから声出してやっていきましょう。うん、俺らしいサッカーして、中京サッカーらしいサッカーして、今日そして次勝つために、ここマジ大事だから全員で気持ちにして、気持ちで勝とう。今日全員で走っていくよ。走るぞ、いくか、高校3人後半もチームのために、ドリのために、カーネオ選手もいい選手揃ってると思うんで、最後笑って終われるように入りからやっていきましょう。シコーシャーイクさん、ラスキーでな。
安心するな、押し。結果になったのはすごく残念。まだできるはず、まだ決めれるはず、守れるはず。じゃあ今日ゲームで言ったところ、ポケット取られるよ。去年のところからクリア1個で変わっちゃうような局面がまだ変わってないよ。本気で突き詰めていかないと総理大臣もすぐ終わっちゃう。自分たちは夏が、でリーグも取りこぼすよ、多分このままで。次連戦やから。ただもう切り替えて、やっていくしかないんで、顔上げて、出た人はまたすぐリカバリーしてやることやっていく。で明日もゲーム1本30分入れてるんで、出てない人はそこでもう一回ファイトする。ここにもう一回入っていけるように頑張ってやっていきましょう。じゃあ終わろう。どうぞ。今日リーグ戦初スタメンですが、今日の試合の意気込みを教えてください。はい、今日はまあ相手チームもサッカー部全員で乗り込んでくるということで、まあ、いっぱい観客いると思うんで、最高の雰囲気でできることを楽しんで全力でプレーします。期待しています。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。今日の試合意気込みありますか？はい、今日の試合は久しぶりのスタメンなんで、まあ、ロングボールが得意なんで、それ生かして頑張りたいと思います。なんか自分のここがなんか長所みたいな、見てほしいポイントとかありますか？はい、まあ、自分は左利きなんで、まあ、自分の左利きで左足からロングボール出してどんどんチャンスメイクしていきたいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジェバからアップ始めていきます。ちょっと今涼しくなってきたけど、水分の取り方はこまめにね、いつも通り取るようにお願いします。キュアマト、お願いします。はい、まあ今日は相手チームも自分たちもいっぱい観客来てくれると思うし、やっぱ前館君とか総督君おらんけど、中京の力っていうものをこの今いる全員で見せて、最高の形で勝利迎えれるようにいいアップしていきましょう。よし、していこう。Oh!
すいし、やっぱ俺らのコンディションやな、これだから、まあ、このコンディション走れるし、俺ら誰がいなくてもやっぱもうやれるし、俺らね絶対俺らやる、だから今日勝って今日勝とうとにかく、本当に絶対、絶対勝つ、いくぞー今夜3人いくぞyou